はい、こんにちは、カズボーです。ポリスノッツのね、今回は番外編ということでね、前回月から脱出時に、まあね、ゴダードがね来たんですけど、まあね、何回も乗るのをね渋ったらねどうなるのかっていうね、ちょっとリクエストいただいて、あ、そりゃそうだ、自分も気になるということで、ちょっと検証してみようかなと思います。まあ、どういうことかというと、まあ今からやるんですけど、まあそれによってね、進行が遅くなるとかないので、まあそういうことがあればどんどんお申し付けいただければ、私もやっていこうと思います。なので、ホニムさんありがとうございます。言わせていただきます。ではね、早速やってみたいと思います。これがマスドライバー。ここから L2 のマスキャッチャーやバケットコーンへ向けて月次元を乗せたペイロードがマッハ 7.2 で射出されてる。マッハなんだって？秒速 2.4 キロに達した瞬間、電磁誘導トルクによって 100G 近いブレーキがかかってペイロードは射出される。 100G だって？それじゃあ俺たちは G で潰される。大丈夫、ハイ G ショックポットだ。徳川の大切な臓器やバイオモートを運んでたんだ。安全なはず。まさに棺桶だ。俺は遠慮する。眠ってればちゃんと送り届けてくれる。エド、よくそんなことが言えるな。いつから楽観主義者になったんだ？俺は鉛筆事故以来閉所恐怖症なんだ。分かってるさ、今日で終わりにすればいい。はい、こんにちは、カズボーです。ポリスノッツのね、まあ、番外編かなっていうのをちょっとやろうと思います。っていうのも、ここでね、見る。マスドライバーのコントロールタワーだ。あそこからポッドに乗れる。まあね、ポッドに乗って脱出するんですけど、まあ、マッハ 7.2 で射出されてね、ジョナサンがちょっとね、ビビってるっていうね。まあ、宇宙恐怖症のジョナサンにとっては地獄なんでしょうね。そして、ここをね、ポッドに乗るっていうことね、やっぱりダメだ。考え直そうということで、まあ、何をやりたいかっていうとね、まあ、この後に続くんですけど、エド、一人で行ってくれ。俺は残る。大丈夫だ。お前は元ポリスノーツだ。宇宙恐怖症なんか気にするな。とね。もう人の考えお構いなし。これ、移動ってやった方がいいのかな？ポッドに乗る。あ、やっぱり、あ、来た来た。ってのも、ゴダート。ちょっとゴダート戦になるんですけど、見ろ、あの鉛筆。なんで月面に BCP でしか許可されていないゴダートパターンがいるんだ。徳川は鉛筆の施設部隊を持ってるに違いない。なんてこった。エド、反動がある。体を押さえてくれ。ジョナサン、頼むぞ。はい、ということで、まあ、ちょっと射撃は得意じゃないんですけど、さすがは貫通弾。新手だ、ジョナサン、撃て。新手が来るんですけどね。間に合うかな。連打だな、これ。はい、やった、ジョナサン。第2波が来るまで乗り込もう。さあ、ジョナサン、ここに残る。エド、俺はここに残るぜ。世話を焼かせるな、ジョナサン。世話を焼くな、エド。俺はここに残る。見ろ、第2波が来たぞ。くそ、なんてこった。ジョナサン、来て。第2波が来た。ここだね。あ、待った。あ、やばい。なんで行きますよ。なんとか片付いた。ジョナサン、今のうちだ。早く乗り込もう。これでね、ポットに乗るって前やったんですけど、これエンドレスなのかちょっと検証したいと思ってね。やっぱり俺はここに残る。エド、一人で行ってくれ。また次の持ってが来るぞ。わがまま言うな。また来たぞ、第3波だ。今度は多いぞ。ちょっと待って、くそ、霧がない。そう、ジョナサン、撃てい。
うわー、やばいやばいやばい、あんまりね、あんまり、よしよし、ジョナサン、早く乗れ。これに人が乗ったことがあるのか。これから俺たちが乗るのさ。よくわかった。行くぞ、G に備えろ。やっぱりやめた方がよかった。もう遅い。生きていたら L2 で会おう。はい、ということでね、それ実はね、これね、まあ、リクエストいただいたんでやらせていただきました。まあね、第3波、これエンドレスなのかなっていうね、まあ、検証してみようと、ちょっと自分でも興味あったんで、まあどうせちょっとやってみようと思ったんですけど、やるんだったら収録しようかなと思ってね、まあちょっとね、31と2の間に入れようかなと思います。なので番外編 31.5 かな、うん、31の続きみたいな感じで捉えていただければ嬉しいと思います。じゃあ検証第3波まで来るみたいですね。まあ、ちょっと連打大変でしたけど、なんとか勝てました。ということで、まあ、次回引き続きポリスノーツ32、この続きやっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。